お願いします。八王子、八王子駅北口ご通行中の皆様、大変お騒がせしております。今から少し創価学会についてお話しいたしますので、どうか耳を傾けてください。私はこれ5年も前から同じ演説を繰り返しておりますが、どうしても皆さんに知っていただきたい内容ですので、何百回でもお話をさせていただきます。まず皆さんは相対革命という日本の乗り計画が存在することをご存知でしょうか。相対革命とは、この日本に創価王国、つまり創価学会員のための国を作ろうと、フランスはじめ世界の国々でカルト指定されている恐ろしい宗教団体である創価学会自らが考え出した日本乗っ取り計画なんです。この相対革命、実際には政治家や官僚と呼ばれる人たち、裁判官や検察官、警察官や自衛官など、国の機関の要所要所を創価学会員で固めることから始まり、弁護士や医療関係者、教育関係者、さらには地域の自治体、町内会、消防などにも創価学会は人材を送り込む。とにかく日本国中の至る所を創価学会員で固めて、内部からこの日本を乗っ取ろうとする企てが創価学会による相対革命なんです。この恐るべき相対革命によって貢献力を創価学会員で固められてしまった場合に、例えば創価学会員による犯行が疑われる事件において、事件を取り調べる警察官や検察官だけでなく、判決を下す裁判官までもが創価学会員という、恐ろしい事態に陥ることも十分に考えられるのですが、その恐ろしい事態の代表例として挙げられるのが東村山の闇とも呼ばれていて、創価学会による犯行が疑われている元東村山市議会議員の浅木昭雄さん謀殺事件でしょう。東村山市議会において創価学会公明党の不正を厳しく追及していた浅木議員が拉致されて、ビルから突き落とされ殺害された事件において、当時捜査を指揮していた担当検事は熱心な創価学会員でした。さらにその検事を指名した東京地検八王子支部の支部長も、これまた身内が創価学会の幹部を務めるバリバリの創価学会員だったということですから、そういう連中が事件の捜査を行えば浅木議員がやってもいない万引き事件を苦にしたなどというデタラメな結論付け
は十分に考えられます。この朝日議員謀殺事件について創価学会から脅迫、拉致未遂などの被害に遭ったとして現在も創価学会を相手取って裁判中の香川大学教授高倉良一さんという方が裁判の中で朝日議員謀殺事件は創価学会が関与していたんだよという内容の証言を創価学会副会長の野崎氏から聞かされたと、これは裁判の中で明らかにしています。高倉教授の証言によりますと、創価学会の最高幹部から朝日議員を脅すように命じられた暴力団員2名が朝日議員の体をビルの6階の外側に抱え上げて、創価学会に敵対する活動をやめなければビルから落とすぞと脅していたところ、誤って朝日議員をビルの6階から落としてしまったということで、そのことに動揺した暴力団員2名が顔面蒼白になって創価学会幹部のところに駆け込んできたために、創価学会幹部である中村氏が朝日議員のことは自殺として処理するからほとぼりが冷めるまで身を隠すようにと暴力団員に命じたというのです。そして高倉教授はそのことを創価学会幹部の野崎氏から聞かされたと、これは裁判の中で明らかにしているのです。高倉教授が創価学会を相手取り起こした裁判は現在も続いていますが、元創価学会員で香川大学の教授という立場にもある方が、言うところの元東村山市議会議員の浅木昭夫さん謀殺事件は創価学会が暴力団員に命じて起こしたものであるという証言は信用に値するものだと私は思います。また日本乗っ取り計画ともいえる総裁革命によって国の機関の要所要所に創価学会員を送り込み、内部からこの日本を乗っ取ろうと企てている創価学会ですが、国の機関とは別に創価学会が特に影響力を強めているのは新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどのマスメディアでしょう。一言で言えば新聞やテレビなどのマスメディアにとって創価学会はスポンサー、大切なお客様なんですが、なぜ大切なお客様かと言いますと、創価学会の機関紙である政教新聞はその新聞の印刷業務を大手新聞社に委託しており、それが各新聞社にとっては大きな収入源となっているのです。次に宣伝広告費、テレビやラジオから聞こえてくる政教新聞や創価学会といったあの聞くに耐えないフレーズに代表される創価学会本体の広告や創価大学の広告、さらには創価学会系の雑誌である SGI 第三文明、パンプキン、東大、こういった雑誌類の広告も含めてかなりの広告費を新聞各社やテレビ局、ラジオ局に対して支払うことで影響力を強め、それによって創価学会への批判などは一切させないようにマスメディア全体を押さえつけている。そして創価学会による犯罪というものが公にならぬように隠蔽し続けているというのが現状なんです。その創価学会による犯罪ということで言えば、我々国民を欺き創価学会が犯している罪というものがどれだけあるのか検討もつきます。
害した人や創価学会員とのご近所トラブルに巻き込まれた人、さらには創価学会員と仕事上でトラブルを抱えた人などが被害に遭ったり犠牲になることの多い犯罪ですが、主な被害内容としてはしつこくつきまとわれたりですとか、勝手に家に入られ物を盗まれたりですとか、その他近隣における悪口威張り雑言、いわゆる風評被害なども挙げられます。実際に私も創価学会員と仕事上でトラブルを抱えた直後から正体不明の男たちによる付きまといや住居侵入のほか、周りに悪い噂を流されるといった嫌がらせが始まりました。全国各地の集団ストーカー犯罪被害者から話を聞くと、やはり政教新聞の勧誘を断ったり、創価学会への入信を断ったり、近隣や職場で創価学会員とトラブルを抱えた直後から付きまといや住居侵入といった嫌がらせが始まったと訴える人が数多く存在します。まあとにかく創価学会が行っている集団ストーカー犯罪被害者は増え続ける一方なのですが、さらに今少しだけ皆さんに知っていただきたいのは、集団ストーカーとは単なる嫌がらせや付きまとい行為だけでなく、そこには大きな利権、お金が絡んでいるということなんです。まあ、そのわずか一例ではありますが、小さな一例ではありますが、企業が不要になった社員を精神的、肉体的に追い詰めて退職、離職に追い込む、いわゆるリストラストーカーと言われるものがかなり前から行われています。いくつも皆被害者がいて訴えている人がおりますが、その中で、まあ、代表されるものとして、実際にですね、オリンパスという企業を舞台にしてこのリストラストーカーが行われていたということで、不当に配置転換を迫られた社員がオリンパスを訴える形で、結果オリンパスが、まあ、敗者となっている、こういった事件がありました。まあ、今申し上げましたオリンパスにおけるリストラストーカー、こういったリストラストーカーのような嫌がらせ行為を仕事として請け負ってお金にしているのが創価学会なんです。まあ、したがって集団ストーカー犯罪は創価学会にとっては大きな利権となっているわけです。これに関してはインターネットでオリンパス集団ストーカーなどと検索していただければ、リストラ目的で社員を精神疾患に仕立て上げようとする悪辣なリストラストーカーの実態がご理解いただけると思います。これはオリンパスに限らず、今日本のさまざまな企業で行われている、請け負っている、創価学会が請け負っている犯罪になります。最後になりますが、
矢野純也さんの被害、集団ストーカー犯罪なども矢野純也さんの著書である黒い手帳裁判全記録、そういったものをインターネットで検索していただければ、まあ、実際に行われている集団ストーカーの実態がよくご理解いただけると思います。私たち一般の庶民、名もなき庶民だけでなく大物有名人、まあ、そういった方も集団ストーカー被害を多く訴えている方が今ではかなり増えています。インターネットで集団ストーカー犯罪、もしくはまたはテクノロジー犯罪、そういったものを検索していただければ、皆さん実際に明日は我が身です、これはおかしい連中が今ここで演説しているだろうっていう話ではないと思います。日に日に被害者が増え続け、被害者の会の相談件数はパンク状態です。実際に今回都知事選に立候補した我らが押越誠一さんも被害者からの相談電話を連日受け続けています。それだけ集団ストーカー犯罪の被害者は増え続けているということなんです。おそらくコロナウイルスの感染者というのは皆さんの周りではそうそう見かけないと思いますが、集団ストーカー犯罪被害を訴えている人、もしくは気づかないだけで集団ストーカー犯罪被害者であるということを言う人はかなりいると思います。潜在的な方はかなりいると思いますので、ぜひインターネットで調べてください。この究極のタブーを追い続けている男、東京都知事選挙候補者の押越誠一、彼のホームページブログは目覚めよ日本です。目覚めよ日本、皆さんそこのバス待ってる方たちもスマートフォンでも調べられるでしょうし、家帰ってパソコンで調べてもいい。押越誠一、目覚めよ日本、集団ストーカー犯罪、こういったキーワードでぜひ皆さんの子供たち、我々の子孫のためを思うなら調べてください。お願いいたします。